はい出たこれでいったかな音すいませんおおオフでした <laughs> あこんばんはカカこんばんははいマイフがオフでしたすいません失礼しましたあえっ、ー、とですねすいませんすっかり一人で喋ってましたえた、ー、きさんこんばんはウリエルさんこんばんはタマさんこんばんはきよしさんこんばんは、えー、タランタランダンさんこんばんは かか、こんばんは、<laughs> はいあ、ありがとうございます、はい、うん、出ましたね、はい、ありがとうございます。で、今日はですね、あのー、少し古い、あのー、リフレットなんですけども、二千十三年、えーと、一月にですね。対、え、象、ー、富山医薬品株式会社、えー、現のです、ね、現対象、えー、ファーマーからですね。えー、出されたですね。えー リフレット研修してるのはまあもう所属変わっちゃってますから、うん、あれなんですけどえっ、ー、と工藤先生と、えー、それからですね村田先生が研修をされてますはい <laughs> すいませんかか申し訳ないですねちょっと音が出なかったです最初はい、うん、でまあ最近こんな席はありませんかということで、まあ、今時期結構あのー まあね、季節の変わり目ですからねいろいろ出てきますんで、まあ、今日はこの咳についてちょっとお話の方をさせていただきたいと思います。あっ八木さんこんばんは。 はいうん、それでですねまああの小児に咳について中心に取り上げていこうとは思うんですけどもまあ成人に関する咳もですね、あのー、一緒に取り上げていただければ取り上げていければなと思ってます。はい、でまああのー、咳って皆さんこう一くりにこうまあくくってしまうと思うんですけれども滝さん咳やだよねー。 たきさん一番辛いもんね咳でね毎日ね、うんうん、すごくね体力使えますしね咳ってねはい本当に辛いと思いますはいえっ、ー、とそれでまああのせ、ー、ってですねまあ、大きくまあ、乾いた咳とあミリさんコンティニューコインありがとうございますはい えと咳はですね、まあ、軽い調子の乾いた咳のコンコンっていう咳とですね、それからまあ、あのー、まあ、タンが絡んだ感じのごホンごホンっていう咳ですね。うん、で、えーと、たまにですね、あのー、なんかこう、犬がこう、なんか咳するような感じの、まあ、ケンケンっていうような音をですね、うん、するようなですね、 うん、犬吠えみたいな咳というのがありましてまあこれはですね、まあ、呼吸困難につながるまあちょっと重症性の咳っていう風にちょっと捉えていただければいいなと思いますあっ渡部さんこんばんはですねはい <laughs> うんせき、うんまあ、はまあ大きくそのまあ大きくは2つなんですけれども一応犬吠え型の咳もですね、えー、覚えておいて。 いただけるとちょっとあこれはまずいのかなーってそうですねああそうですね渡部さんジフテリアの咳なんかそうですようん犬吠えのみたいなねこうけんけんっていう感じの、うん咳で出てきますねはいでね咳っていうのはですねまあすぐに治ればなんてことはないというわけでもないんですがまあ一応ね目安としてまあ大体その3週間ぐらいで落ち着く咳うん それからまあこれ急性の咳なんていうふうに言いますけどもそれからまあ3週間から8週間ぐらい続く咳まあこれが蔓延性の咳でまあ8週間以上続くとですねもう完全に慢性の咳なんていう言い方をしますはいでまあこれはまあ小児の方のですねうんうんワンワンっていうよりは <laughs> ケンケンですねケンケンみたいな感じの咳ですねはい うん、そう、大体8週間、うん、目安はそうですね、まん延性のだい大体そんな感じです。あゆりさん、こんばんはあ。ありがとうございます。はい、うん。ラスカルは何て泣くんですかねうーん、ラスカル喋んないんですよね、キャラクター上はね。でも後の うん、うちのラスカルはなんかあれですよ。いろいろこう、うん、あの、なんかやさぐれてますよ。<laughs> はい。うん。なんか最近こうね、ラスカルに似てきてますねとかよく言われたりとか、えー、したりとかしてます。はい。あアニメで泣いたんですね、一回。うん。へえー、っと、ラスカルの泣き声ってあると思いますね。 うーんただ私未だに動物園に行ってアライグマとレッサーパンダが似すぎててよくわからないですね。はい。うん,うん。あ声は悟空の声なんですね。あなるほど。あタナタナさんコインティンミコにありがとうございます。 そうですね、小児の咳は長引きやすいといえば長引きやすいんですけどあまりその長引いてるのはですねちょっと放置するのが、えー、と危険かなというのはあります、うん、っていうのはですねまあその呼吸器の感染症とかをやはり疑わなければいけなくなってしまいますので、うん、まあそういったお話を今日は少し避けていただければと思いますでえっ、ー、とまあですねあのー 咳はですね、やはり一番最初にそのまあ診察するの初心なんて言いますけれども、うん、滝さんはそうだね、慢性ですね。<laughs> はいうん、あのー、頻度がですね、非常にやはり高い症状ではあります。うん、だいたいそのですね、えー、と割合で言うと、えー、と受診されたですね、えー、これ、あくまでちょっと古い資料ですよ、えー、100%とすると、 えーと対象人数は1万5493人です、はいえーと。咳をですね、あのーまあ、手相って言って症状を訴える方ですねが大体いい11.7%、それから、まあ、お熱が出たと言って受診される方が7.6%、くしゃみ、えー、それから鼻炎、えー、美獣、まあえー、鼻が詰まってるよとか鼻水が出てるよという方は5.1%。 それから、喉であるとか、えーまあ、それからですね、えー、咽頭、うん、の症状ですね、うん、そういった方が4.6%、はい。それから、えーまあ、急性蒸気動炎っていうですね、まあ、一般的に風邪と言われているものです。それから4.3%。それから、からまあ頭痛、偏、まあ、頭痛以外の頭痛ですね、それが3.5%。 という感じになります、ねはい、あゆりさん席が止まらなくなってサチュレーションが95%うーんそう人によりますねゆりさんそれはうん、普段低い方が95例えばあの、まあ、100点満点は、まあ、100点満点ですけどあの <laughs> 95で安定している方だとやっぱり、えー、92とか91になってくるとちょっとまあ苦しいですけれども逆に普段そのサチュレーションが高い方 SPO2 が高い方は、えー、まあ98とかの方が95になるとちょっと苦しいかなとそういう感じですねはい、うん、でえっ、ー、とあとはですねうんと余った とりあえずですね咳の、えー、役割、うん、なんで咳が出るかってことですね滝、うん、さん90切っても平気そうですよね、うん、あのそういうの全然珍しくないですよ <laughs>、うん、あの要はあのこれあの太陽もそうなんですねお熱もそうなんですけれども自分の標準がどこにあるかなんですよ、うん、自分の標準がどこにあって でそこよりも、まあ、低くなれば当然自分は苦しくなりますし、まあ、そこよりも高ければ楽なわけですよね。うん、そうだから結構その咳なんかも、えー、とそういうとこありますよね。咳するとやはり普通は下がってきますからね。SPO2 がですね。は でまあ咳っていうのはもともと何で出てくるかっていうと、まあ、こう喉のですね体の中に入った異物を除去すする、まあ、防衛機能なわけですよね。だからあの無駄にこう基本基本こうあの体力をバーッとこう使ってやってるわけではなくてまあ異物を体の外にこうポワーンと吐き出してやろうとしているわけですよ。うん でこれはだから、あのー、まあね必要以上に止めちゃちょっとまずいという部分もあるんですよだから咳を止めるんだったらまあ代わりのことをね、えー、しないといけないわけですよ例えばそのえー、まあね咳を止めるのであれば例えばその中に喉にこう何かの菌ですよね、うん、ウイルスではなくて菌が付着してるときは抗菌剤使えますしまあウイルスのときはですねまあその 抗ウイルス薬であるとか、まあそういったものを使ってみたりとかします。まあ、ちょっとね。ウイルスに適応できる。まあ抗生物質って。まあそんなにたくさんあるわけではないので、まあその症状によってまあ、それは使い分けていくって感じにはなりますね。はい、うん。要はその、えー、まあ、皆さんがあの唾液がねあると思うんですけどもま軌、あ、道内に。 まあその異物が入ってくるとまずはそのね、えー、こう唾液が出てきます。でこう入ってきた異物を浮かべるんですね。で、えー、こうひだがあります。腸のよ,よく皆さんご存知だと思うんですけど腸にはひだがあるじゃないですかこうひだひだがですね。同じものが蒸、えー、気道にもあってまあそれがこう触れるような感じでですね えー、そこをこう,、まあ、こう、上に持ち上げてくるわけですよ、締めることで。で、それをこう、そこに空気をですね、ぶわっと送って、体の外にヘクショーンのとこを出すわけですよ。うん。それが咳ですね。はい。コーンですけどね。まあ、ヘクショーンだと咳、くしゃみになっちゃいますけどね。はい。うん でまああの咳はですね、やっぱりさっきちょっとあのお伝えしましたけれども、えー、と症状の持続期間ですね、えー、例えばその急性のですせ、ね、き、えー咳えー、まあ先ほど申し上げた3週間未満、1000円性の咳えー、3週間以上、8週間未満、えー、慢性の咳ですね、8週間以上っていう形でまあ大体分類されています。はいで えーまあ、分類されてるんですけども、うんとね、まあ、そうだな、原因となるのが大体、まあ、まあ、まあ、有名なのがインフルエンザなんですけども、まあ、その他にですね、あのー、慢性閉塞性肺疾患、まあ、一番こう、分かりやすいのが喫煙ですね。喫煙でもですね、結構こう、うん、あのー、 咳というのは非常に止まらなくなってきます。はい。あと、まあ、えーと、これはね、ちょっとあるとおっかないんですけど、肺結核とか肺がんとか肺気腫とか、まあそういうのでも咳がですね、かなり長引くようになってきます。そうですね。え、ゆりさん今、今、かばりました。肺気腫とかもそうですね。はい。で、まあ、病気以外の原因はやっぱり、あの、あれです。えっ、ー、と、喫煙。 で、蒸せたりとか、まあ、あと車の排気ガス、それから工場柄のまあ肺炎、それからあと粉塵、うん、えー、あとですね、まああのー、高血圧とかですね、腎臓の病気で AC 阻害薬っていう薬がこう処方される時があるんですけども、まあ、それのですね、あのー、薬などですね、が原因になっている時も稀れにあります。はい。うん でまあ、治療に関してはですね、まあ、鎮貸薬、まあ、鎮貸剤ですかね、を使います。はい。うん、で、まあ、あのステロイドだとか、まあ、ヒスタミン薬とか、いろいろあります。あと、巨炭薬とかね。うん。まあ、いろいろあります。はい。まあ、この辺はですね、その症状に合わせて対症療法としてえ使う感じになりますね。あ、星野先生、こんばんは。はい。あ、チャージャーさん、こんばんは。 中性脂肪を落とす薬。中性脂肪を落とす薬っていうか、あのー、脂肪をこうなんか吸収をなんか、ね、こう妨げるのはあるって聞きますけどね。中性脂肪を落とすっていうのはないかな。うん、あ、そうですね。からせきと聞いて。はい。うん、まあ、からせきといえばですね。まあ、あれです。えー、コンコンですね。<laughs> はい。まあ、からせきがコンコン。 えね、湿った咳が5分5分まああのー、犬吠えみたいなですねちょっとまあちょっと怖いきま危険だっていう判断する咳がケンケンですよね。はってなります。うん、はいああ滝さんの場合そうだねあるかもしれないね咳き込んで吐きそうになっちゃうってことがありますよね。うん あの咳もね結局こうあの出口1個ですから喉うんでどうしてもそのね誤演してしまってまあその本当だったら、えー、とその空気の入る、えーね、穴の方でこうギュッてやるんですけれどもまあ一緒に間違えてねこう食道の方からねこうポッと一緒にね、えー、出てしまうこともね ありますよ、ね、うんそう結構それがあのー、まあ乳幼児期には多くて結構誤えしてですねえっ、ー、と食べたものをですね吹、えー、き出してしまったりとかうんそういうのありますよいっぱい食べちゃったらなんかこう、えー、ものすごいこうなんてうんですかね、えー、噴水みたいに吹き出しちゃうとかそういうことありますけどまあ大体の場合病的ではないので うん、あのほぼ問題はないと思います。はい。うん、でですね、まあ、あのー、一応、ご家庭での注意という感じで、重、え、症、ーまあの席はですね、えーまあさっきも、さっきからずっと申し上げてますけども、あのー、かなり体力消耗するので、安静とか保温を保ちます。それで、まあえー、なるべく空気をきれいにしてですね、えー、あと、あのー、気温差をなくす。 うん、というふうにしていただけると、あのー、非常にね、あのー、減ってきますでもちろんタバコなんか吸っちゃだめですはい <laughs> でえっ、ー、とーあとはですね咳の発作には冷たい水を飲むこともですねこれ結構有効です、うん、ただえっ、ー、とー心臓の方がですねちょっと疾患があって、えー、水分量制限されてる方はここ注意ですねはい 食後4時間後にとった血液検査もともととる予定ではなかったので中性脂肪を超えていてうーんあんまり問題ないですけどね <laughs>、うん、食後4時間後でしょ大丈夫ですようん、うん、検査的にはそんなに考慮すれば、うん、そんな大したものではないかな えー、冬とか布団の中に入ると体温まるのに周りの空気が冷たいそうなんですよ滝さんこれがまさにまあ私が、あのー、お伝えしたことですはい、うん、であとあのー、まあもう一つ家庭での注意ですね、えー、咳がひどくなると吐いてしまい水分不足になったりたを柔らかくして排出するために発作のない間に十分、えーですね、水分を補給してください で、炭の排出を促すためには大、えー、変感といっても背中とか胸部をですねあのタッピングって言ってこう、まあ、下の方から上の方に向かってとかですねこう、あのー、丸め込んだりこう軽く叩いてあげるっていう感じですねはいうんチャージャーさんねあれですよ、あのー、食後4時間確かに一番上がりますけども あのーまあ、医者が数字見るんであれば、それをある程度考えれば、あそこは問題ないなっていう、うん、感じですよ、400ぐらいだったら、うんね。星野先生、そうですね、今まで聞いた中では、うん、そうですね、中性脂肪最高値は1500で治療することそう、そうですね、大体そんなとこですよ。うんうん、1500で、うん、そうですね、治療必要ですね。うん まあ、まずは、あの、あれですよ。中性脂肪が高くなってったときは、まあ、まあ、あの、普通に、あのー、そうだな。うーん。まずは、まあ、食事の両方からある程度は入っていくかな。でそれでやっぱり、こう、難しいようだったら、うん。うん。チャイチャさん、だら全然大丈夫。うん。あのー、食後4時間だから。うん。あ上がる、上がる、上がるんですから。<laughs> <laughs> 上がるもんだからそれ <laughs>、うん、大丈夫ですよはいうんえっ、ー、とそうですね夏も室内のクーラー涼しいからですねはいうん七先生こんばんはありがとうございます先ほどははい針のむしろに自ら喜んで飛び込む石おこコラ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 はい うんですねはいあとえっ、ー、と就寝の際うん寝るとき咳が出てて寝るときこれですね上向きにして寝ちゃうとあのまたこの噴射状態になっちゃうんですよ鉄砲みたいにポー,ポーポーポーってずっと咳をし続けちゃうので横向きに寝かせる方が、えー、と咳は軽くなりますはい。 あの、確かにね。こう仰向けになって上向いて寝たいなっていう気持ちはね。あの、子供の場合あるんですけれども、もうんまあ、これ大人もですよ。あの上向いて寝ると咳なかなか止まらないので、なるべくこう。横を向いてうん。横になって。まあもしくはこうね。頭だけをこう横にしてあげてもいいと思います。うん、喉にね。こう。また戻っていっちゃうんですよ。咳でせっかくこう。 まあねあの出てきたものがですねなんでそれでこうえー、喉をですね注意した方がよろしいと思いますはいうん <laughs> で次にですねえー、とちょっと百日席のお話をさせていただきたいと思いますはいで百日席はですね一見こう子どもの病気だっていうふうに思われるんですけどあのー、まあほぼほぼそう思っていて間違いないんですがあ 七瀬先生コンティニーコインありがとうございます。夜テポジー、そうじゃないって。<laughs> もう全部そっち持っていくんだから。<laughs> もう。うん、えっ、ー、と、そうですね。あの、そう、あの100日席はですね、まあ、あの1歳未満の乳幼児とかですね、まあ、特に生後6ヶ月の乳、まあ、児多いんですけれども、じゃかといって、じゃあその年齢層を、えー、超えた人がかからないというわけではないです。うん あのー、まあ,あの普通にですね、えー、例えば年長さんとか成人の感染例もですね、えー、と普通にありますで逆に、あのー、そっちから、えー、まあこう乳幼児に感染してくるっていうこともありますんであの必ずしも子どもの病気ではないですねはいうん殻石のお話は一応済みましたよ まあ、コンコンの咳と香本の咳のお話をさせていただきました、七瀬先生。はい。うん。感性とね、うん。失声。うん。<laughs> しましたよ。はい。うん。で、えっ、ー、とですね、百日咳の場合は、百、まあ、日咳菌というですね、細菌によって起こる感染症で、 百ああ日関の患者さんからせ咳やくしゃみがですね、あの菌が飛び散って空気感染して、まあ、飛沫感染っていうんですけどね、えー、して起きる病気です。はい、で症状はですね最初風邪みたいな感じなんですけれども鼻水くしゃみが始まってその後まあ激しい咳ですねうん痙攣するようなこう咳の発作とかが長く続いていって、まあ、呼吸がもうすごく苦しくなるんですよ。 うん、でこれちょっと注意してほしいのは、えー、乳児とかだと、えー、死亡してしまうようなこともあるので百日席に関しては必ずちょっとですねこれは、うん、あのちょっとおかしいなこれと思ったら、えー、必ず受診をしていただければと思います。はいでまあ、あの100日席にはですね、あのー いいお薬がありますので、抗菌剤ですね、うん。で、それをまあ飲んでいただければ、それほど長く続かないので、はい、うん、そうですね。あのー、必ずですね、えー、受診していただければと思います。あ、エリン先生、こんばんは、うん。はい、えっ、ー、と、ナナ先生、えー、雑菌イコール定義、えー、細菌プラス心筋、カッコウイルスですね。はい、うん。 そうですね。えり先生、昨日はありがとうございます。はい、うん、そうですね。うん、あたきさん、うん、そうですね。100日席はなんで100日っていうのですね。えっ、ー、とうん。まあ語源はですね。文字通り100日もの長期間にわたり、ひどい席が持続することから名付けられたんですね。 うん、これはあの昔今だとねそのあの抗菌剤で、まあ、あのまあ種類を言ってしまうと、まあ、マクロライドっていうですね種類の抗菌剤を使ってまあ,、うん、あの止めることまあこんな長引かせ、まあ、止めるっていうか長引かさそこまでね100日まで長引かさずに済むことはできるんですけれども、うん、あの以前はね あのそういうふうな長い期間、咳があったので、百日咳っていう名前になりました、たきさん。はい。うんはい、で、えーと、この百日咳の予防に関しては、まあ、生後3ヶ月からです、ね、3種混合のワクチン、百、えー、日咳と破傷風とジフテリア、うんえー、の予防接種とかで,です、ね、受けることが可能です。はい、予防接種で、えー、十分に防げる感染症です。 はいうん、あともう一つはマイコプラズマ肺炎というものに関して、うん、あ、そうですね、七石先生ね。はい、えっ、ー、と、百日関はですね、まあ、百日の席じゃないですけどね、うん、あの、お席じゃないですよ。あの、ご本ご本の方のね、えー、コンコンの方の席ですね。はい、うん、そうですね。はい、うん、マイコプラズマ肺炎の、え、え、公認の時になったんですね。つらかったでしょう、結構ね。はい、うん。 100日目には解放されません。うん、まあ大体ですからね。うんうん、で、えっ、ー、と、我が国では、まあ昔はね、本当は昔の話ですよ、これ。えっ、ー、と、あのー、4年に1回すごい大流行するなんて言われたんですよ。夏のオリンピックの時に。今、今全然ないですから、そんなこと。もうあのー、えっ、ー、と、本当、数年、毎年、ずっと、えー、マイコスプラズマ肺炎はですね、えー 流行が見られます。まあ、えっ、ー、と、多くは幼稚園から小学校の低学年のですね、小児がかかりやすい病気なんですけども、えー、これまた大人も普通にかかります。はい。うん、ジャイジャイさん、昔はそんなような言い方されてましたね。<laughs> うん。はい。でも今、全然関係ないですよ。うん。普通に。起きます。あの、ちょっと気を許すと、うん。流行します。はい。で、これもですね、あのー、マイコプラズマウイルスという細菌ですね。 うん、がやはり病原体になって起こる肺,あの肺炎です。はいまあ、これはですね、さっき言ったあの軽い調子のコンコンって咳の方です。うん、が、これが、えー、と長引くことが特徴で、やっぱりこれも鼻水と熱が出てくるんですね。ただ、これはね、ちょっと元気なんですよ。結構、その割には。うん、で、えーとまあ、発疹がね、こう体の症状として出てくる。こう なんかプチュプチュプチュってこう出てくるって。まあちょっと、まあ、そんな激しくはないんですけどね。うん。まあ、まあ、それもまあ個人差ありますけれども。うん、っていうのがあります、うん。で、これもやはりさっき見と同じで、えっ、ー、と、まあ、抗菌剤ですね。まあ、同じ系統のものを使うことが多いんですけどね。百日咳とですね。まあ、いいお薬があるので。あシドリン先生、こんばんは。はい。うん。そうですね。 あ、滝さん、さすがですね。お兄さんは優秀な看護師さんですね。はい。うん。やはり、うん。ピーンときたんですね。うん。さすが、さすが。うん。うん。そうですね。で、まあ、あと、流行期には、これ、あの、十分な、えっとね、手洗いも,ももちろん大事ですけど、寝る。とにかく寝る。休養を取る。マスクをつける。うん。で、外出した後は、とにかく手洗い、手洗い、手洗い、手洗いですね。はい。うん。 ナナシ先生、えー、マイコプラズマレントゲンで種類かけの初見が見られると病巣を形成しますお年寄りや子どもに多く人により、うん、軌道が狭まります <laughs> なんで字書いてくるのよその軌道だけ <laughs>、うん、そうですねはいあのナナシ先生が解説をいただいておりますあいえいえ過失意味なくはないですようんあのー ちょっと楽になると思いますね。貸し付いてた、していただいた方が。ただ、季節によっては、もともとこう、ね、あのー、じめ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 してる時期とかだとあんまり関係ないかなってなりますけどね。うん。あ、滝さんももともと軌道狭いんですね。うん。そう、私もあんま広めじゃないんですよ。扁桃線大きいしね。うん。そう。のどちんこは大きいのに、えー、ね。 えー、違うチンコは違うよと。うん、まあどうでもいいんですけどね。はい、で次。えっ、ー、とー。ありますよ、えーと。加湿器が原因のね。えっ、ー、と肺炎っていうのもありまして。えっ、ー、とね。これ加湿器だけじゃないんですけれども。えっ、ー、と昔よくあったのが24時間のお風呂とかあと池とか、えー、そういうところからですね出てくるレジオネラ肺炎というのがあります。 うん、レジオネラっていうですね、これあの、自分の身の回りありとあらゆる場所にいる、これ、あの寄生虫なんですよ、はいうん。で、この子がねこのこの、この子って、この子っておかしいだろ。<laughs> レジオネラをこの子って言っちゃおかしいでしょ、はい、うん。あのそのレジオネラっていうのがですねものすごく増えるんですよ、温度によって、ぶわーっと。 で、加湿器の水っていうのはよくねこうあの継ぎ足し継ぎ足しでいくケースがあるんですけれどもあのー、あれは一回全部排水していただいてえっ、ー、とまあ新しいのを入れていただく方がいいですね加湿器に関してははいタンクの水をそのまま取っとかないであとあの、加湿器はこう、なるべくまめに掃除をしていただいた方がそういったレジオネラのですね、えー 増殖が防げるで。あとレジオネラの増殖を防ぐためには、えー、水道水を使うというのは非常に大事です。だよく加湿器で、あのー、水道水を使ってくださいって書いてあるのはそれもあのレジオネラの繁殖を抑えるためっていうのはあります。はい。うん <laughs> そうですねマイコプラズマ。下水体は赤ちゃんで下ネタだけはずいぶとい。<laughs> ほら、うん、ほら。ほら <laughs> あ、そうですねさん。24時間プロしてますってことで。ドスウィー。<laughs> レジオネラは子じゃないです、子じゃないです。<laughs> うん、何でもここて言っちゃうんだよ、私ね。はい、<laughs> うん、そう。あ、うん、渡部さん、そうですね。大型軍人症候群。うん なんててううのもそうですねね言われてました、ねうん、レジオネラえ昔は多かったんですよ。レジオネラすごくあの。水たまりとかでもレジオネラが昔はよく発生していて、今はこ,うこれだけ綺麗な環境になったので、レジオネラ肺炎とかレジオネラ感染症っていうのは非常に減ったんですけれども、あのレジオネラってこう、まあ、その肺炎っていうのが今、あのね、 えと出てきましたけれども、まあ、その貸し付きのお話からねただあのレジオネラは昔はこうあの人が死ぬようなこともあったようなあの本当その辺にどこにでもいる寄生虫でこれ別に今でもいなくなったわけではなくてただその増殖をしなくなったっていうだけですねはいあのなのでレジオネラは別にあの混んでいなくなったわけじゃないですね、うん、非常にお水の中が大好きで水分が大好きな寄生虫です はいうん、レジオネラ症なんてのもありますからね。はいはあ、そうですね、くさんね、もう肺炎にはなりたくないですよね、うん。で、次はですね、まああの、ギリシャ語が由来になっている喘息ですね。はい。えっ、ー、と、まあ、気管支喘息そん、そうですね。えー、とっと喘息というのはですね、ギリシャ語で、まあえー、鋭いせ っててていいいう意味をです、ね、指ししる言葉に由来してます、うん、慢性的な気道の炎症と反復的な閉塞、うん、呼吸が苦しくなる発作を特徴として小児から大人まで広く認められる病気ですというふうになってます、うん、まあぜんは原因がいっぱいあるのでこれはあのー、まあそのねえー、まあいわゆるそのまあ 空気が悪い状態で起きる喘息、まあほこりダニカビ、えー、花粉動物毛それからまあアレルギー物質喫煙それからまあ受動喫煙もそうなんですけども排気ガス大気汚染天候、えー、天候の変化精神的ストレスウイルス細菌の感染が原因となって炎症が起きますはいね嫌いですよねうん七、う、七、ん、<laughs> 先生また来ましたねもう うん、ダメですよそんなの舐めたら、うん、バッチリですからねはい、うん、ですねまああのー、ですから喘息ってあのー、ねえほこだにカビとか花粉とかそういう物,物質的なものだけじゃなくてえ後半の方に えっと、お話ししました、ストレスであるとか、えー、そういったものでも起きますから、精神的ストレスとかでもですね、非常に、あの、これ、要注意です。うん。あの、むしろ芯、多いかな、そっちもね。うん。あ、滝さん、そうなんですね。つい最近、風邪をひいて、喘息が多くなってると。はい、うん。で、まあ、症状はですね、<laughs> うん。これが、えっ、ー、と、 まあきっかけ何かのきっかけで急に息が苦しくなってヒューヒューとかですねゼイゼイって言った音まあゼイメイなんて言いますけどね全速のゼっていう字に泣くって書いてゼイメイっていうんですけれどもはい<笑><笑>すごいな七瀬先生突然何を何を接続詞が「へ」 こういったでもしかし <laughs> <laughs> 何何が今流れたのかと思いましたよ <laughs> はいうんあそうですね雨が降るとねうん偏税税がし胸の辺あたりがね偏税税する胸あたりするってことですよねはい、うん、でまああのー、本当にねあの借り物から死に至るようなものがあるので私これ前から言ってますけども前僧ってまあ 小発作、中発作、じまあ、大発作ってあるじゃないですか。で、たいその前足の患者さん本人が小発作だと思ってると、あの中発作ですから、えっ、ー、と、まあ、救急車呼ぶかタクシー呼んで病院行きましょう。電話してね。うん。あの、無理に我慢する必要はないです。うん、小発作だったらそんなに苦しくないですから、あの耐えるほど。 うん、もう耐えるほど苦しいっていうのは、中療発作以上ですから、まあ、その時はもうね、あの大発作に行ってしまったらね、もう本当に大変なことになっちゃいますから、えー、中療発作のうちに、夜間であっても病院を受診することをお勧めします。はいうん、で、まあ、治療はですね、吸入ステロイド、うんまあ、それから、抗アレルギー薬。 まああのおそらくねもう前足の方はねこ、あのー、これ常用されてると思うんですけど今はもう前足はですねこの間もお伝えした通りで <laughs>。 この間もお伝えした通りで、まあ、いい薬出てます発作を出さないようにするための薬が出ているのでもうそくの治療はもう発作を出さないこと発作を出てからではなくて発作を出さないようにすることが非常に大切です、まあ、出てしまった時はですね、まあ、ステロイド剤とか、まあ、そういうふうな使うようになりますけれども、まあ、あの本当に、えー、発作を出さないことが今のぜ息の治療の最重点項目になってます えーと七七先生、えー、排水種になったら陸で溺れます。うん、そうですね。あとは、あの、その、タバコ由来の、まあ、排水種とか、まあ、そうですよね。まあ、ただ、本当にその、喫煙由来、うん、喫煙由来の、まあ、受動喫煙に含むですけど、これね。本当にその、COPD ですよね。うん、になった時に、 本当にそれこそ、この、陸にいながら、こう、なんか、あの、酸欠しそうな、こう、プールの中で溺れてるような感じになるっていうのはよく言いますよね。はい。うん、そうですね。チャージャーさん、タバコ病の、まあ、仲間ですよね。まあ、いわゆる、えっ、ー、と、喫煙由来疾患っていう、まあ、くくりになりますね。はい。うん。まあ、COPD。あっ、虹郎さん、お茶ありがとうございます。うん。 おす、お相撲さん、はずみです。あ、いらっしゃいませ。はい。あ、チャーじさん、そうですね。溺れるって言われるほど苦しくないとか。いや、それはね、まだ軽い時ですよ。うん。あのー、大体もうタバコで、あのー、そう、あのー、もう、まあねもう、もう一つ上があるんですよね。心理コートとかのね。そういう吸入使う方はもう相当苦しいですよ。はい。 西郎さんお茶もう一つありがとうございます。うん、そうですね、たきさんね、よく言ってますよね。横になると息が苦しくて無理っていうのね、おっしゃってますよね。はい。うんはい、じゃあ、最後に COPD いきましょうか、はい。先ほどちょっと見ましたですね。<laughs> お相撲さん、髭治んないですよ。はい。<laughs> うん、そうです。えっ、ー、と、間質性肺炎ですね。うん、はい。えっ、ー、と、 うん、COPD はですね、まあ、慢性閉塞肺疾患っていいまして、えー、慢性的に 軌道な炎症に耳がですね、えー、ありまして、長い年月をかけて、徐々に徐々に呼吸機能が低下していく病気ですと。えー、先ほどですね、おっしゃっていただいた、まあ、肺水取以外にも、えー、慢性気管支援であるとか、肺気種っていうものがですね、えー、出てきます。まあ、40歳以上の高齢者に多い、中高年に多いっては出てるんですけども、最近ではもうちょっとその下でも出てますね。はいまあ、肺の生活習慣病なんてまあ言われてます。うん、ただ、最近は本当、若い人でもいますよ。 うん、ただあのやはり、まあ、患者数でいうと圧倒的に40代の中高年多いです。はい、で最近ちょっと問題になってるのは男性の喫煙率よりも女性の喫煙率が上がってることですね。はいうん、で、まあ、言うまでもなく原因は喫煙です。うん、喫煙本人の喫煙以外にも受動喫煙で COPD になるかということもあります。うん、これ注意です。あの喫煙は本人が えー、なるのもあります喫煙由来の、ね、疾患というのは本人がなるのもあるんですけども、えー、受動規制になるものもありますんでねそれも含んでますはいで症状は風邪でもないのに咳や痰が長く続いたり坂道とかですね上り坂でものすごく辛くなってしまう、うん、っていうふうになりますはい酸素をぶら下げて歩く人うーん そこまでなっちゃうと入院ですかね。うん、お相撲さんね。はい、うん。そうですね。まず、まあ、治療はですね。うん。はい。あ、そうですね。あのー、年発音ですよね。7先生ね。はーい。えー、間質性肺炎、えー、COP。はい。肺全体が硬くなり、うん、聴診器で聞くと、バキバキとした硬い音がします。そうですね。あの、鳴りかかってる人すぐわかりますね。音聞くと。 うんあのー、まだその COPD になる前の手前の状態、うん、であってもあの極端な話で喫煙されてる方って肺の音を聞くとすぐ分かりますね、あのー、肺っていうのはこう一つ一つがこう気泡なんですね要するに風船みたいなちっちゃいものがあのか集まってますんでそれがこう、えー、と喫煙によって硬くなってくるんですどん,どん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 。 それが無理に動こうとするんで、バキバキ、バキバキとした音がするんですね。まあ、えーと、まあ、パリパリなんて音なんていう言い方もしますけどね。そうです。滝さん、肺胞です。あ、インコ先生、こんばんは。肺胞ですね。はい。肺胞呼吸音ですね。はい。うん。<laughs> ピンク色喫煙者。喫煙者黒色。うん。まあね、そうなんですけど。あの、<laughs> 時間をかけてね、なってくるものなので、実はこの、よくね、あのー、軽いタバコ、重いタバコってあるじゃないですか。ニコチンの量が多いとか少ないとか。うん。これ、あんまり関係ないです。あのー、タバコの吸った本数。<laughs> だから、あの、軽いタバコ吸ってるから、あの、重いタバコを軽いタバコに使えたから、あのー、うん、いいっていう話じゃないです。はい。 そうですね。はいはい。うん。うん。あアイコスの話出てきましたね、ゆりさん。うん、えっ、ー、と、実はですね、私、今日ちょっと見てた論文がありまして、アイコスも、あのー、まあ、これ全部じゃないですよ。えっ、ー、と、通常の喫煙と同じ物質が出ていることを、一物質だけ確認してます。はい。 えーと今日そういう論文をちょっと見ました。ただ全く同じじゃないんですよあの。出るのが煙ではなくて水蒸気なので、えー、とあの実はこれ、ものすごくあの捕まえるの、捕まえるっていう方大変なんですけど、<laughs> 大変なんでね。は <laughs> あのただ一つだけあの同じ物質が出てきてるってことが分かったので水蒸気の中ですねだからそのまあその、えーまあ、物質に関しては受動喫煙になってしまうということは分かってきていますはいうんきますよねイこその匂いね結構はいうんインコ先生はインコ先生じゃないですよ、うん、インコ先生はインコ先生じゃないですけどドスケベですよ えー、私の仲間です。はい。ドスケベー。うん、スケベーイってやつです。スケベーイってやつですね。スケベー、スケベーイ、スケベ,イ,スケベ,イ,スケベイってやつですね。はい。うん、え、そうですかお相撲さん、そうですかあら、まあ、そんなことないですよ。全然ただのあれですよ。四十八のおっさんですよ。はい。うん <laughs> 貧困本性なドスケベってどんなドスケベですかね <laughs>。18G、え、48ですよ。はい。うん。そうですね。どうしても吸いたい人はね、ニコチンパッチを貼って、糸用紙を使って、うん、まあ、一番いいのはね、禁煙外来ですね。はい。うん。あ、針の太さ。ああ、そうですね。18ゲージ。うん。はい。18ゲージは 献血ですかね。<laughs> そうですねはいうん。えっ、ー、とまあそんな感じですねうんえっ、ー、となんだっけ COPD やってましたねはいでえー、と COPD はですねまあ、治療がぜんと非常に似てるんですけどもただえっ、ー、とあのー うん、チャージャーさんそんな嫌な変なわけなかない時代ありましたよね昭和の時代はねタバコ吸わなきゃ男じゃないなんて言われてね私もちょこっと吸ってみましたよ、うん、でもねあの私がちょこっと吸った時はねあのニコチンの弱いタバコは煙くて吸えないってことが分かってあのニコチンのすごい強いタバコを吸いましたあのピースっていうね、えー、そしたらね甘いんですよねニコチンが強いとね うん、でもね、あのー、自分が煙臭くて嫌になってやめちゃったっていうか、金なくなってやめちゃった。<laughs> 持たないね、あんなのやったらね。うん、短い間でしたよ。はい、うん。あ、しのりん先生、そうなんですね。タバコを加えたことすらないんですね。でも、しのりん先生はあれでしょう。あの違うものを加えるの好きですからね。うん、まあ、そこで満たされてるのかなと。 思いますけどね、はい、そうタバコ高くなってますからね買わないでねタバコやめて、うん、違うのを言った方がいいですよはいうんカンピーは危険ですようんカンピース、うん、美味しいですけどね、うん、あ私捨てたのはあのー、インターナショナルってやつなんですけどね、うん、ちゃんとフィルターついてるやつですねはいうんうーんしの先生は加えられる方が好きですよねきっとねはいうん えっと、滝さん、小学校は低学年まで両親タバコをってあ、そうなんですね。ははははは。うんうん、そう、数ビタミンでね、我慢してる人もいますよね。はい。うん、ほんと、当んそあるのに怖いですよね。う困ん。貧困法制などスケベ七瀬先生、なんすかそ<笑><笑>、うん、それ。うんそれ、貧困法制じゃないですか。ほんと、七瀬先生、やだな。うん あそ,もさんそうですよ。ピースって言ってね、小さいやつで、丸い貝に入ってるんですよ。で、そう、それはね、あの、美味しいんですけど、あの、ニコチン強いです。<laughs> タールも強いです、うん。でもね、チョコレートの味がするんですよ、うん。あの、ニコチンって強くなると不思議なもんですね。はい。 ただあの体にはめちゃめちちゃゃ有害です、はい、てかもうタバコの煙自体が有害なのであのもちろんニコチンタイルが強いとあのたくさんつきますんであの肺胞にもうどんどん入ってっちゃうんでえー、とまあその先ほど言ってたねあの、まあ、肺胞が硬くなるのが早くなるんですけれどもただあの煙自体が有害なので。 タバコのニコチンタールを軽くしたところでそれがあの直接体に対していいかっていうとそれはそういうもんじゃないですねはいあ,あれですよ相撲さん味がってだけですよなんとなくですようんちょ、うん、まさかチョコではないですよねうんあそうですね私もねあのタバコ吸ってる人のとこ近づくのやだったですねはい、うん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  新幹線の喫煙ルームの近く、空き家ですね。もう、もうあの、開けた瞬間来ますよね。あそこの通路のとこね。しのり先生ね。はい。うん。あ、ショートピースね。そうですね。今はジョーカーって名前のタバコがチョコフレーバーな。あ、そうなんですね。へえ、え、なるほど。うん、うん、うん。光の一部は喫煙者が健在。あ、そうなんですね。 あれ、のぞみ全車禁煙でしたっけ確かあったような気が、喫煙者しますよ。うん。はい。そうですね。まあ、あえて乗る人いますよね。うん。喫煙者ね。うん。うん。すぐわかりますよね、滝さんね。タバコ吸われてる方って匂いでね。うん。うん。確かにのぞみでもあったと思いますよ。うん。あの、喫煙者。 うん、確か全席禁煙ではないと思いましたね。あのー、北に向かう、あのー、JR 東日本の北に向かう新幹線は全席禁煙なんですけど、確か東海道は違ったと思いますね、あのー。少しだけ喫煙者が残ってたような気がします。まあ私乗らないですけどね。うん、喫煙者はもう辛いんで。えー、あのー、もう自分にタバコの霊がつくのも結構きついんで。 はい、うん。喫煙者と脇側の人は近くに行きたくないですよね。まあまあまあ、そうですね。まあ、うん、まああと威嚇臭い人ですかね。はい。うんはいうん、という感じですね。すぐジェイジェイしちゃうんだ。あ、滝さん、そうなんですね。はい。 うん、えっ、ー、とですね、まあそういう感じなので、せ、まあ、咳はちゃんと意味があって出てきているものなので、えっ、ー、とですね、あのー、ちょっとやっぱおかしいなと思ったら、こう長く続くなと思ったらですね、あのー、もう容赦なく受診しましょう、咳はこは一番多い症状なんですけれども、あのー、あそうですね、ハエブサ小町はそうですよ、ないですよ。はい、うん イカおたまじゃくし臭いって、うんそっち行っちゃいましたか。あなるほど。うん。ワイドエンドレス。イカ臭い。あインコ先生、やっぱさすがですね。うん。あのー、どんなに洗っても洗ってもこいてこいて臭いっていうね、えー、そういう方いらっしゃいますよね。はい。えっ、ー、と、うん。そうですね。だから、ナナシ先生、違うからね。<laughs> もう本当最低だな。ほんなんでそこでジャンジャン演奏さんが出てくるね <laughs> うん。本当に本当にはい。うんあお相撲さん。いやいや、全然ですよ。冷静ではないですよ。はい。えー、あそっか、ハイターね。ハイターは参ったってね。うーん。 あ、そうですよ。カレー臭、カレー臭。はい。うん。もうあれですから、あのー、ね、あのー、お布団の上でね、カレーを食べててね、ちょっとこぼしたらお布団がカレー臭くくなったとかね、そういうネタもありますよ。はい、うん。まあ、あの、完全に私の友人からのパクリなんですけどね。えはい。うん そうですね、うん、まあそういうことでですねちょっと、まあ、あの若干軽くまとめさせていただくとあのー、本当とはですねあの先ほど申し上げた通りで乾いた咳とそれから、えー、湿った咳き、えー、2種類ありますけどもいずれも長引くもの本当に長引くものに関してはきちんと受診をしましょう。うん、で必ずいつから 出でまれにですねあのその先ほど、まあ、お伝えしました通りそのまあね犬みたいなね咳ですよねはいまああの、まあ、いろんな表現の仕方あるんですけどねけんけんとかね、まあ、いろんなこう言い方はあるんですけれども、うん、かゆい。 あのまあ乾いた咳うん、それから、えー、と湿ったせき、えー、性と湿性というのに分かれていますはい、うん、でまあそのねちょっとケンケンっていうねせ、えー、が出た時だけはですねすぐにですね受診の方をされた方がありがたいですはいえっ、ー、とー内科ではないですようんはい <laughs> そうです。はい。うん七瀬先いたこ焼きはタコに入っているのにたこ焼きには鯛が入っていないタイ焼きには鯛が入っていない、うん、だってタイ焼きに鯛入ってたらだってあんこの中に鯛入ってるわけでしょ不気味ですよそれはなし先生。はいはい、うん、お相もさんそうですよはーいあお相もさんそうなんですねあ 一生仲間ですね。はい。うん。えー、と、しのりん先生は、イカ焼きはイカ臭い。まあ、そうですね。まあ、そこじゃないとこも結構、どうですかえー、たい焼き、カスタードはいい。あ、美味しいですよね。えー、あ、お猿さ,さん先生ありがとうございます。お茶ありがとうございます。いや、内科で大丈夫ですよ。ゆりさん。全然内科で大丈夫です。うん。 あの受診は、OK、です、あのー、逆に呼吸器の先生って探すの結構難しいですよ、うん、あのー、呼吸器の外科って結構いるんですけど呼吸器の内科の先生ってね意外にいないんですようん意外にね探してみるとね、うん、超レアレアだったりしますよ、うんうんうん、あそうなんですねはい なんでああ、私あれですよ。そんな顔面わいせつじゃないですよ。うん。あの、私はあの、あれですからね。あの、顔がですね、ただ、あの、ひわいってだけですからね。はい。ううん。あ、そうですよね。しのりん先生ね。本当ね。えー、レアですよね。うん。あ、じゃあじゃあさん、そうですね。うん。あれはもう全然大丈夫です。はい。うん。七瀬先生。はい。そうです。あのー、循環器も。 えと専門を持ってます、はい。うん。そうですね。うん。あそうなんですね。小児科と精神科の事務なんですね。うん、まあ、でも、小児はそんなに特別というか、ただ皆さん苦手意識が強いだけで、うん、意識だけの問題じゃないかなと思いますね。はい あうんそうそう。滝さんね、病棟はあるんだけど、医者がいないだよ。<laughs> 呼吸器内科って。本当ね、貴重、うん、なんですね。はい。あ、そうですね。あ、もう赤字になってるんだ。おお早いな、今日は。はい。うん。うん、あのー、そうですね。なんで、あのー、咳は、特にその、ね、えー、まあ、 続く席それからえー、犬みたいな席これはえっ、ー、ともうね、えー、すぐに内科でいいので受診をしていただきたいと、うん、ですねはい自身が得意科目として看板を上げられるって不思議本当ですよねうんあそうですね七瀬先生確かに呼吸器内科は麻酔科さんがした方がいいですね <laughs> そあそうかあさすが うん。うん。確かにそうですよ。うん。お相撲さん先生ね、そうなんですよ。あの、子供は小さな大人じゃないですよ。全く違いますよ。うん。そうですね。 あ、はイデデさん、こんばんは。無呼吸時の無呼吸症候群なんかは呼吸器ないですかうーんとね、それはね、耳鼻科のところもあるし、呼吸器内科のところもあるんで、うん、あの、わかんないです。はい。うん、あ、そうなんですね。あ、ジムなんですね。はい、お相撲さん。はい。 たき、うん、さん、前の病院の院長が奥さんが呼吸器内科医だった。オーレアですね <laughs>、うん。そうですね。あ、そうなんですね。医療事務の方なんですね。うん、なるほど。はい。あ、では、残り1分切りましたのでね。はい、うん。あ、そうですよ。ゆりさん、普通に内科でも見ますよ。 うん、てか、あの、内科見ますよ。内科で見なきゃどこで見るんだっていう感じではありますからね。<laughs> はい。うん。おうおうおおあそうなんですね。以上、循環器なんですねあ。知ってるかもしれないですね。そしたらね。うんうん、だ大い循環器の先生は存じ上げているので。はい。うん、じゃあ、残り20秒になりましたので。 えー、今日はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。はい。皆さん、おやすみなさいませ。はい。ありがとうございました。失礼します。お疲れ様でした。